はい、こんばんは、お願いします。まずは、珍しいですね、動画では初めてな気がしますけど、実はね、結構僕やってて、あのパルスマ使って、テーマパーク1回武器庫1件数、まあ遊撃行くんですけど、その時に心拍使えるので、で、イメージ、そのパルスって突き上げ、なんかボムこもって突き上げるみたいなイメージがあると思うんですけど、まあなんか僕のパルスの使い方って基本的にそういう使い方ってよりは、飛び出しとかそういうのを使うことが多いですね。まあそんな感じで、この守りも飛び出し狙いですね。今これカメラをね、上に上がるの見られたくないんで。で、何がしたいかっていうと、大体このメンテナンス、バレル、僕のこの下の階のバレル取って壁開けてくることがあると思うんですけど、その時にここで心拍取って飛び出すっていう、これがね、めっちゃ強いです。で、何が強いかって、クレームは置かれない。ほぼ置かれないです。で、大体1人で来ないので、2人以上で来るので、できて、この辺でドローン回します、来る場合。こんな感じでね。もうこれ早いですね。早めに入っちゃいました。で、こう上いるのバレたんで、一旦様子見ですね。まあ、上バレたらバレたで、潰し来ると思うんですけど、そしたら時間稼げるしね。音聞いてます。よいしょ。で、なんかバレルって、その壁開けた後に、この僕のちょっと右の方に落とし戸があるんですけど、ここ開けちゃえば全然進行できなくなっちゃうんで、上いられると多分厄介だと思うんですよ。カイドが N 回来てくれたんで、上はある程度ね任せて、はい、この飛び出しですね、バレル中を確認します。来ましたね、狩りが。もう絶対倒せるタイミングを待ってます。新しいマガジンを使う。これバレル中ですね、はい、バレル中2人確定なので、今飛び出したとしても戻りをロックされるんで、まだ行かない方がいいですね。はい、1人外います。で、時間と味方の位置見て、もうちょっと耐えますね。残り40秒ぐらいでいくかな。うん、で、外倒して、ここは戻れません、戻れないんで、わざと時間稼いで味方に裏詰めてもらってっていう感じですね。うん、いいっすね。リフ持ち、そして帰れると。バンディットの人がね、こっち入ってくれたのもあって、まあなんかそのバレルの中に何人いるかっていうのも心拍で分かるので、最悪ここで設置するときってカバー役がバレル残ったりするんですよ。で、もしカバー役がいないんだったら裏取って、そのままバレル入り込んで、あの大座裏の設置とかをね、見るとかできるんで、最後はこのめっちゃミリでずっとロックされてましたね。まあ、勝ちは勝ちです。っていう感じで、ちょっとね、今のラウンドは、まあ、勝てたラウンドの一つね、まあ、パターンとして見せたんですけど、同じパルスで、2回行ってね、同じようなことをしたラウンド、もう一個あったんで、もうちょい昔っていうかね、もっといい、分かりやすいラウンドとかあったんですけど、ちょっと動画撮ってなかった、もうどっか行っちゃいましたね。まあでも、このラウンドを見てて、1人ね、こんな感じで。今これはアーケードの外ですね。アーケードのバリケーで、これがバレルのバリケー、両サイドいて、1人は多分今ドローン見てます、奥のやつ。あ、今ドローン触ろうとしたと思うんですけど、2人目も触って、ここで飛び出すと1人でさっき見たやつを倒して、で、もう1人まさかのね、反対側、ここはもう戻れないんで、戻るとね、ケツ打たれますんで、まあこれしょうがないですねっていう感じで、まあ今の正直2人倒せれば OK だと思ったんですよ。2人倒して僕はもう死んじゃう。まあ運良ければ死なない。
はい、っていう感じで、まあ、いい感じで3人まで削れましたけど、2人以上あそこでドローンとか見ることかなり多いんで、まあ、なんか試しでねやってみたい方はやってみてください。というわけで続いて、フィンカ使って国境2回攻めていきます。これ多分カイドですね。カイドっすね、やっぱ。というわけで壁を開けるにはサッチャーはいませんのでフラグが必要と。なんかこういう時にフラグ持ちで突き上げ行っちゃうとかはね、結構よくあるんですけど、やめた方がいいですね。ちゃんと壁割れてやっとね突き上げとか、まあ爪っていうのが生きてくるんで、最初はもうこの手動体というかそっちを優先に。なんかよくあるんですよね、やっぱ僕もよく割り食しますけど、フラグ持ちとかがもう全然違うとこ行っちゃってビリビリ壊せなくて割れないとかね、そういうのはならないように、まずはビリビリ壊して壁上げてもらって、そこからまあエントリーできるかどうかをね確認すると。まずこれ縦壊すんかな。まあワンチャン縦裏いるかもしれないしね。はい、ブラックアイと展開シールド、これあれなんだね、ブラックアイは20点で展開シールド10点なんだね。なんか何が違うんだ、メインガジェット20点サブガジェット10点とかそういう感じなのかな。これリフ持ち、まあ、テルミットがもう前進んでたのでやべってなったんですけど、ちょっと時すでに遅しと、はい、裏これ多分どっかから降りてきたんですかね。でこれアリバイがずっとセキュリティいるんですよ。でそれで味方が前出れない状態なんですよね。僕の狙いはアリバイを裏から潰したくて、でもこのカッカンが邪魔なんですよ。こいつ倒したらもうこれで絶対このルートは読めないんで、こいつね、これを倒してやっとセキュリティが取れると。本当はずっとこのアリバイが倒したくて、民会からそのまま上がってね、裏からぐるっと行きたかったんですけど、カプカンがうまいことピークしてたんで、ラストバンディットと 1v1。 これ外すんですね。そしてやられるんですね。アリバイ倒すまでは良かったんですけど、ここねやっぱね僕の悪い癖でなんか無駄にね難しく考えちゃって、あそこを何も考えずね目の前の敵に集中してれば多分最初の打ち合いで頭外してないと思うしね。あんな結構イージーな戦い方だったんですけど、あれ外すのは痛いですね。というわけで続いてノマドを使ってビラ、これは多分展示娯楽の方かな。そう、これね野良のテルミットさんが、まあ、ディヒ持ちなんですけど、N の方で湧いてて、しかもドローンをね天文の方に置いてたんですよ、反対側する僕の。なのでそのカバーでカバー仕上げようと思ってノマドに変えて、NE で湧いたんですけど、まさかの狙いは別に反対じゃなくて L 字でしたね。ここは突き上げキャラのために裏取り警戒ですね。下は進めそう。で次はもう S 回取るのが絶対なんで、もう S 回ですね。 S 回あいるな、これ民家が、うん、これやられちゃう。で味方さんが書斎見てくれるんで、こういう時はね慌てず裏、はい、書斎押そうとしてるので W からカバーが来ると思うんでね、それを押さえてます。裏見てるから前全然見てていいっすよって話をしてて、あとは書斎のあのアリバイっすね、さっきの、はい、とかごちゃごちゃ言ってる時にもこの頭がもうねわけわからんなってエアジャブを打っちゃってますね。エアジャブを設置、あるある。さあアリバイはいる。これで引いたので、あとはもう残り58秒、これで詰め切りたいんですけど、まあ人数よりは取れてるんで
落ち着いてる敵の位置を確認していきましょうって感じかな。アリメはボム中いると思うんだ。あと LG ですね。まあまあ爆弾が見つかった。でディフが反対側落ちてるので LG を W 通路から行けないので、このルートが、このルートしかないですね。これであとは終了間に今一瞬見えましたけど、なのであとはディフ取ってと。はい、これ予想できました。皆さん、僕はね、完全に偽物だと思ってて、あれなんかいないと思ったらやっぱいましたね。まあ多分テルミットが L 字で壁開けてて、修理保管に行ったアリバイが L 字にね入ったっていう流れだったと思うんですけど、僕はね全く頭に入ってなくて、なんか赤い頭あるなと思ったら、リスキルここですね。いない。続いてはマーブリック使ってテーマパック。これはどこ攻めかな、2階かな。落とし戸開けてドローン回してと。あ、そうっすね、宿舎デイキアの方っすね。これはどうするんでしょう。まずは反対側2階のクリアリングですか。現金保管いなくて、トイレいなくて、で開通います。で、待合の方とかうろちょろしてます。でもう一人ビジルがいます。はい。で、オフィスの方行きましたね。ビジル一旦いつでも戦えるように入り込みます。これ大事で、今見えたかな、一瞬 S 側、この儀式の S 側に入ったんですよ。でこいつ絶対逃したくないので、そのまま僕はドローンあえて回さず、ここのピンの方にいるからドローン回してもらっていいですかってお願いしてます。これすごく大事で、倒せる敵逃さないの本当大事なんで、ここで僕はドローン回しちゃうと倒せる人がいないのにドローン、回した瞬間敵が逃げちゃうんで、もうずっと動かないでって思ったら、めっちゃ遠くて、このお願いしたらさ、この時ちょっと笑ってたんですけど、遠すぎてドローンがめっちゃ時間かかってる。でちょうどドローンが自分の横来た時に、はい、ドローンをやめてっていう、これもちょっとねポイントで、後で話しますか。これその後もう一人ね確認しに行ってます。カビラと、ここはもうみんな挟み込める位置なんで、こういう敵も逃さないの大事。はい、死にましたね。で1枚狙ってる時って僕の横にドローンが通過する瞬間にわざとドローンやめてるんですよ。それ音で僕がドローン回してるふりするためにわざとドローンやめるタイミングも考えてやってましたね。いや面白いですね CG。 ラストは階段と、いや完璧ですね。綺麗な攻めでした。こういうねちょっとしたなんか工夫というかさ、それだけで全然ワマイを逃すか倒せるかって変わってくるんで、なんかでもそういうの考えるのが楽しいですね CG は。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。なんかいろんな動画ありましたね今日。はい、また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。